誰に雇われてやってるんだ。決まってるでしょ、この国の最高裁よ。つまりこの私の権限ってこと。いいね。どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ダイングライト2続きやっていきたいと思います。合流しないとね。よいしょ。ワルツやべえな。ポピクション。方向もリストにあるのか、ルーカス殺しで。違う、あの青いボンクラどもは嫌いじゃないけど、ルーカスの死はどうでもいい。ならなぜ。長くなるから、その話はまた後で。とにかくホーコンは脳みそぶち抜かれて当然、それでも足りないくらい。くそ、いつも空いてたのに締め出された。最悪。鍵が使えそうだぜ。ここは GRE の施設だろ。すごい、開いた。どこで手に入れたの？ディランに会ったの？ああ、ディランを知っているのか。知ってるのか。知ってるは言い過ぎ。逃げたいって相談されたの、マチとワルツから。怯えてた。何か見つけたのかもね。何を見つけた。さあ、私とフランクのつながりは知ってたけど、その後連絡がない。ディランは死んだ。ディランにもらった。死ぬ前にワルツにやられた。くそ、結局捕まったんだ。それからラワンってやつを探せって言われた。知らないか。あんたがラワンか。これも運命だったのかも。宇宙が私たちを強引に引き合わせた。え？私がラワン。ディランはフランクと連絡を取りたがってた。 PK の指揮官ルーカスがワルツの探し物を見つけたって。奴に渡らないよう外に逃げたがってた。 GRE キーか、持ってるぞ。多分ね。こんなもののせいでルーカスは死んだ。ディランも気をつけて。次はあんたかも。重要なものよ、ワルツにとってはかなりね。なくさないで。どうなってる。嘘でしょ。ワルツが発電機のスイッチを入れた。ワルツが。どうして。知るわけない、イカレ野郎の考えなんて。さあ、また消える前に急ぐよ。ご不便をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。列車とホームの間には十分ご注意ください。わざわざどうも。わざわざどうも。急いで、ここを進めばセントラルループよ。お、トリクエスト完了。ワルツの時間だ。弓手に入れたぜ。故郷と呼べる場所。エイデン、こっち。ちょっと待ってね、今アイテム。あったあった。俺は回収だろう。ふう。立つか。弓が出てきた。メモがある。コレクタブルコミック本の2ページ目。キキーって。旧世界時代のコミック本の2ページ目のようだ。この猿の惑星でも始まりそうな勢いだけど。あー、でも1ページ目と3ページ目があるから、そうすると何が起こってるかわかると。あー、意外とアイテムあるぞ。弓出てきた。勝ちじゃない。ラワン、ちょっと観光してた。笑える。もう、あ、嘘、見て、ここにも光が。何これ、嘘みたい。屋上に行こう。上から見てみたいの。
じゃあまた上で。どういうこと？レッツゴー。ほら、エイデン、早く。これは屋上から見なきゃ。ねえ、今どこ？いい場所だね。ああ、もう、ダメだ。見えないじゃない。絶対行けると思ったのに、完全に騙された。ああ、まあ。まあ、静かではある。まあね。だから、むしゃくしゃするとここに来るんだ。よく来てる、本当。お、見て、エイデン、明かりがついた。やった、明かりがついた。危ない危ない、落ちるぞ。どう、エイデン、すげえ。すっごく綺麗。信じられない、本当に信じられない。ラワ、見てるか。見てるよ、ダニア。見晴らしのいいところでね、絶景よ。どうなってる？15年間真っ暗だったのになぜ急に。さあ、わからない。調べてみないとね。お前のことがすっかり恋しくなっちまった。なあ、食堂で話そうぜ。ビール飲んでバーテンダーをけなしながら。それが俺のお箱だからな。それじゃバカね。何か変だ。そんな、嘘嘘嘘でしょ、まさか。クソ、一体どうなってるの。あれがフィッシュアイか。どうやって行く。フィッシュアイは後回し。後回し、なぜ。変電所を調べないと。あそこ、PK タワーと同じ高さだが、フィッシュアイは。いい、聞いて、あんたを助けたいのだから手を貸す。でも分かってほしい、初めてなの。10年以上も同じ状況が続いてる。この鬱陶しい暗闇がよ、訳を調べなきゃ。どうやって変電所に行く。それは古いパラグライダー、普通なら行けないところまで行ける。ほら、ついてきて。ちょ、あ、マジかよ。マジかよ、パラグライダー、すげー。使ったのは四角長押しで、で、左スティック後ろに引いて上昇効果。スタミナを消耗しゼロになると操作不能になる。マジかよ。ずっと飛べるわけじゃないんだね。ほっ、ほっ、はい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 、あ、大丈夫だね。なかなかね、初心者にしては。見た目より簡単だ。まさかこんなことになるなんて。ワルツが電源を入れたようだな。でもなぜそんなことを。奴が今さら人助けなんて。なぜみんなに電力を。本当にワルツが。奴は自動車工場で GRE キーを使った。それでだろう。なるほどね。数年前、軍は丘にあるエネルギー電池のために施設を乗っ取った。それがまだ機能して町の半分に電力を供給できるとはね。その鍵をなくさないで、他にも何かできそうだから。さあ、変電所に急ごう。エアベントですね、上の方の。あ、そのままパラグライダー持ってれば四角長押しで離陸することができる。エアベントの中に飛び込むとスタミナも回復するんだ。ほうほうほう。おっ、よいしょ。やるね。マジかよ。でももっと練習しないと。あ、やばい、私に勝てないな。あ、ちょ、やめて。あ、やめて。あー、死んだ。ここ早めに開かないだ。やるね。でももっと練習しないと私に勝てないよ。レースだったのか。
どんな時だってルースよ。オッケー。おお。早く。ずいぶん上手くなった。でも風をコントロールしないとね。あっという間に持ってかれるよ。次は。よし、ここからあと少しで変電所よ。起動してきて。俺一人で。あんたならできるでしょ。地下鉄の付近にもう一つあるの。私はそっちに行く。片方ないし両方をオンにすれば全てを起動できる。だがどうやってやるんだ。そう難しくはないよ。古いシステムだからね。ヒューズとケーブルが動くようにすればいいんだと思う。ああ、どこ？あっちか。はいはいはい、あ、ちょっとこれ持つ。これなあ、このパラグライダーもっと早く飛べないのか。できるかもね。クラフトマスターに聞いてみたら。あ、そういう感じ。もうちょいだね。パラグライダーはナイトランナーの大好きなおもちゃだった。あんたもそうか。私がナイトランナーならよかったけど、彼らは本当にすごかった。真のヒーローよ。奴らと私の共通点は薬物乱用者ってことだけ。でもいつかは。ナイトランナーね。インヒビターコンテナの検知。着いたぜ。付近にインヒビターコンテナ。飽きそうにないな。おい、お前、この辺にレネゲイドはいそうか。いや。なあ、落ち着けよ。アグロットに考えさせろ。考えさせる？基地に戻ればいいだけだ。ところでお前誰だ。協力者ってとこだ。電力がどうなってるのか確認したい。何か知ってるか。それは軍の最重要機密だぞ。あそこに登れないかと思ってな。もう知るか。何から何まで好き勝手教えてろ。何が重要機密だよ。あ、俺たちはこれがまた動くようにしなきゃなんねんだぞ。同僚は物事を単純化しすぎているが、おおむねその通りだ。電力が戻ってきている兆候は明らかだ。どうやらここが変電所のようだ。かわいいバッジつけてる。変電所が稼働すれば町に送電することができる。我々はこの施設の再起動を命令された。つまり復旧させろってこった。残念だが道具なしでたどり着くのは難しいと言わざるを得ん。ピースキーパー、電力をどうする気だ。ピースキーパーのために電力をどうする気だ。プラグを刺すんだよ。わかんだろ。この青年はピースキーパーが電力を支配した場合人々にどんな影響が出るかを気にしているのだろう。その通り。その答えは比較的シンプルなものだ。電力を制する者が町を制す。わかった。ともかくあそこに行くのに道具はいらない。俺ならできる。俺は道具なしで登れる。やってくれるというのか。ピースキーパーにとって大きな利益となること。いたぞ。はい、レネゲイド。ハムシどもが電気にたかりやがって死にてんだな。車持ってんのか向こう。あ、多分火が通とか虫とか。脳なしの BK 電気を譲ってくるんだよな。ありがたくもらってやんよ。殺せ。あー、本当に困った子たちだぜ。あ、いた。あー、パワーアタックだった。もうもうえらいや。
強いな味方。いいね、味方も燃えてるけど大丈夫。うん、いった。何すんだよ。大丈夫か？なんだお前、誰に戦いを習った？エイデンだ。俺じゃねえか。なあ、知ってるか？撃たれた男が銃弾に言われた言葉を。何？ベンベン、アナーキチーズだ。お前は死んだ通りすがりだ。ベンベン？バン？ハズレ。ちょっと通りました。そうか。君は敵の手足をナタで切った。専門的に言えばナタは近接武器だ。一方銃弾は。お前も無事で何よりだ。まだ登る気あるか？もちろんタダじゃねえ。来るには相応の見返りを与える。今すぐやろう。上で助けがいるときは無線で叫んでくれよ。アグロットは機械が得意なんだ。ただしここからでは装置にどの程度のダメージがあるか推定できない。アグロットは機械のことをよく分かってんだ。いいね、こいつらとは仲良くなれそうだな。いいコンビじゃねえか。こんな夢を見た。さあこっちから登ってみて。あー、そこから行けそうだね。登れた。で、ああ、よし。付近にインヒビターコンテナ。中には？様子は？ここを閉鎖した連中かなり急いでたようだ。メインの回路が損傷したものと推測する。ケーブルを見つけて電源と送信機をつないでくれ。それで回路が復旧するはずだ。どれだろう。変電所。シティには2種類の施設があり、その一方が変電所だ。この施設を稼働させるといずれかの勢力に割り当てシティアライメント変化させることができる。オッケー。接続し直す必要があるんだが、グリーンライトを探し出し壊れたレッドライトに接続。はーい、あれだ。ドン。エイデン、応答して。はい。変電所のてっぺんにいる。電源を通信機につなぐところだ。こっちは割と手こずったよ。そっちはうまくいきそう？変電所は登れずに困ってる PK に会った。それで連絡できなかった。彼らに会ってくれ。一人じゃ決められない。高くつくって分かってるでしょ。ピースキーパーは危険じゃないけど、親切心で手を貸すような連中でもない。彼らがいなかったらどうすればいいか分からなかったし、連中は下、俺は上にいる。迷う必要ある？手を切りなよ。奴らには奴らの仲間がいる。それに自由民は私たちみたいな誰かが味方につかなきゃ。考えとこう。じゃあさっさとして、ノロマ君。はーい。こっちはもう済んだってのにグズグズしてるから。いつも競争だな。まあそうだね。よっしゃ。早くお店行きたいんだよな。こうだ。バイクセットして、次は1話つないだよ。あったね。
2か。一回これ開けないとダメだね。こっちから行けない？え？付近にインヒビターコンテナ。そのままで行けそうか。あー嘘。あぶね。外ケーブル離して、そのままジャンプいけるかなと思ったんだけどね。え？はい。よいしょ。オッケー。オッケー。ダメか。難しいね。一直線で行かなきゃいけないんだけど。いいぞ。ここから普通にジャンプでいいな。あ、届かねえ。まさかの。あっちからでよかった？これでいいんかい？ラスト1、3番をあの上のとつなげんのかな。 あそこにあった。どうやって、ああこいつでいいか。よし。ここだ。いっぱいあるね。もうエイデンのポケットが爆発しちゃう。下こか。降りすぎじゃないぞ。オーブレ。一個下の階だな。ここはアイテムがあるよっていう感じで。どうやっていく、あれか。あれ。恥が。降りるやつを使うのかな。だね。ああこっちが開く。エレベーターは使えるようになった。ああそっから登んだな。登れねえな。戻るだけか。インヒビターある。あんなが入りたい。
キにインヒビターコンテナ。さらに上行ってもしょうがない。やはりここ？え？ここ降りて？危ない。あ、あった。よし、普通に一番下にあんのかい。あそこまだ関係なかったか。で、エレベーターが使えるようになっていけるって話？どう行くのが正解？絶対足りないね。これは？内側か。あ、通れる場所ある。こんなとこ通していけんのか？じゃなさそう。こっちじゃなさそうだよね。アイテム部屋の方だ。ないね、こっちかな。あ、やべ。よし、てな感じ。おばばばば。はい。あー、こっから持ってく感じやな。オッケー。よし。ああ、刺したぞ。次は制御室で制御装置を起動してくれ。分かった。君はこの町の安全強化に多大な貢献をしている、評価していると伝えたかったのだ。そうすればこの仕事にも身が入るだろう。ああ、ありがとうかな。インヒビターもゲットだね。あぶらあぶらあぶら。いただき。これはスタミナ増やした方が良さそうだな。アップグレード。どっちにか。ピースキーパーに割り当てる、サバイバーに割り当てる。あー、何がくれるの。同じか。ここでもエアバッグ、リップライン、いや、移動だと思うんだよね。あ、すいません。エアバッグ欲しいんで。目の前に PK いるのに。エイデン、やったね。
信じられない。そう驚くことないだろう。ちょっとからかっただけ。食堂でお茶を。これは大きな一歩かもよ。どういたしまし、何に振ろうかな。一あるんだよね。食べ走り必要かな。わあいいな。180、200、ウォールラン、ウォールコンボだ。180必要。今いくつある。あ、180あるから取れんのか。エネミージャンプ欲しいわ。ジャンプ中に180度回転で、どういうこと。おースライディングがそろそろ欲しいところでもあるが、これに関してはエネミージャンプだな。はい、はい、ということで新しい町に来ました。今回はここまで、次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。奇跡が復旧したぞ。